皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナラ TV より世界へ宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。24時間小林千夏が出ている小林千夏が出ているわけではございません。今3回言ったよ。別に間違ってるわけではございません。いやもう早いですね。2022年4月4日月曜日からの週のオンエアになっております。もう何、もうちょっとしたら入園式とか入学式とか、もう入社式は終わってるのかな。新しい門出っていうところになりますね。今日はそれにふさわしい素敵なゲスト様をお迎えしております。その前に一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、皆様お帰りなさいませというところで、美しい方たちがもうね、私もどんなにキラキラつけてももうどうにもならないというところになっておりますがね、2018年は、私パーソナリティ小林夏もこちらのミセスジャパンページェントの方でコンテスタントとしていろいろねチャレンジしてまいりましたが、なんとねそこから年月を増しましてこちらのお二人に今回はお越しいただいております。まず私のお隣、青いドレスの方からご紹介差し上げます。ミセスジャパンページェント2021日本大会ヤングミセス部門第3位、ミセスジャパンページェント2022年大阪運営責任者、岡翔子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてそのお隣、赤いドレスの方がミセスジャパンページェント2021日本大会ファイナリスト、堂坂ひろかさんです。よろしくお願いします。お願いいたします。いやー聞いた、2021なの、私18だから19、20、21そして22のもう運営の、ね、責任者ということ、すごいね、大阪の輪もすごい広がっているところになりますけれど、いや久しぶりにこのティアラとサッシュねいいね、やっぱりどう、ドレス着てティアラとサッシュつけると気持ちがリンとしますね。そうよね、久しぶりに来ましたそうよね、着る期間になるとなんかねもう毎週のように着るんだけど ね、ちょっと間がこのねやっぱり準備期間ね、まあいろいろお話ししていきますが準備期間はなかなかねそんなドレス着てたっけって自分を忘れてしまうような時間かと思います。それでじゃあまずお二人ね、さまざまなちょっとインタビューをしていきたいと思うんですが、まずはミセスジャパンページェントなんですが、オーガナイザーは吉成エリカさんになります。まあ、吉成エリカさんが海外の方に行かれて日本での開催するページェントね、権利を得られまして日本での開催が2016年初開催になりました。そして2017年は東京と北海道で開催になりまして、2018年はもちろん私エントリーいたしましたが、そこでね、6大会7大会ぐらいありまして、それから2019、20、21、22とどん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 地方大会が増えていっているという形になっております。こちらのオンエアが2022年の4月4日からになりまして、まさしく今エントリーをしようかなというふうに悩まれている方もいらっしゃると思いますので、先輩方のお話ね、もうまだまだ日本大会終わられて3ヶ月、あ、もうオンエアの時には約4ヶ月ちょうど経ったかなというところになると思いますが、もう私の記憶はだいぶ薄れてまいっておりますので、もう間近だったあの近々にやられた方たちの、ね、お話を聞いて皆様の何か、勇気を出すきっかけになってくれればいいなということで本日お越しいただいております。はい、まずですね、じゃあ翔子さんなんですけど、はい、ミセスジャパンページェント2021、はい、まあ、大阪大会というのにエントリーされました、うん、きっかけって何だったの。きっかけはですね、うん、まあ、ちょうど2020年に、はいはいはい、まあ、自分の自己を失うというか自信喪失っていうところの経験があって、うんうん、で、まあ、その時にもうみんなから、何か一歩踏み出したら人生変わると思うよっ
って言われたことがきっかけで、で実はミセスジャパンを知ってたの4年前から知ってまして、おお、じゃあもう2018じゃん。そうなんですよ、ね、たまたまフェイスブックを見て、あのコンセプトですよね、あの全てのミセスに輝けるステージと賞賛をっていうのがずっと頭から離れなくて、で、あ、思い出したし今のタイミングだと思って、あ、すごいね、エントリーをポチッとしてみました。じゃあまあ結構多いのが、まあ前年度出られてた方からお声掛けいただいてとかいうのが多いんだけど、まあそことはちょっとイレギュラーな部分になりますけれど、ね、はい、まあそうなのよ、そのポチをするかしないかって結構ね、そこ結構悩むし、後になったらそれがあって馬があるんだけど、 なんかねできない理由考えちゃうのよ、うん、なんかもうすごいなんか別世界なんじゃないかと思っちゃうけど、まあそこではないよっていうところをちょっと感じていただければなと思います。それではひろかさんはどうだったの、はい、エントリーのきっかけ。私は、うん、あの千夏さんがおっしゃったように、うん、その前年度のファイナリストの方から、うんうん、こういうのがあるよってお声掛けいただきまして、うんうん、でも全然そんな華やかな世界で、うん、自分とはもう関係のない世界やし、うん、全くこういうコンテストとかも知らなかったんですけど、うんうん、あのその年のお正月の抱負の時に、私は今年は何も断らない自分でいようって決めてたんですね。なんか絶対何にでもイエスって言おうって決めてたので、うんうん、めちゃめちゃ勇気いりましたけど、うん、あのノーって言ってはいけない今年はと思って、で、はい、イエスって言ったのが始まりです。あ、はい、まあ、それは自分を裏切らないっていう、はい、また自分との約束をしっかり ね、はい、いやそれも大事、もうすぐ曲げちゃうから、もういい話聞いたなと思って今日から頑張りたいと思います。いやいや、でもなかなかさ、うん、その怖いじゃん。怖かった。でもそこを自分を律して、いやもう今日は今年は誓ったから出てきた、すごいね。そして今があるもんね。これはもうみんなに言えることだわ、私だけではなくて、まあ、素晴らしいなというふうに思います。なのでこのように本当に逆に翔子さんの方がイレギュラーなぐらい、だいたい紹介が多い、うん、あ、紹介 ね、私も出てよかったから、じゃあチャレンジしてみたらっていう、ね、レッスンが楽しいよとかトレーニング楽しいよっていうお話をお伺いしながらっていうところになるんですけど、まずお二人がまたそれぞれのエントリーで、もちろんエントリーした当時はお互いを知りませんっていうところでね、なっていくんですが、はい、そしてちょっと話がね、進んでいきますが、昨年度2021年度は地方大会は大会、まあ、もしくは選考会というところもあったんですけれども、大阪の場合は大会でございました。その大会に向けて、もちろんこんなね、皆さん今普通にドレス着てますけど、もうね、日常的に着てるわけでもないね、今日ちょっと足元映りませんが、いつも言います14センチのヒールを履くっていうのが基本的な、ミセスジャパンページェントの、まあ、規定でもありますので、まあそれは日頃ね、買い物行くのに14センチヒールは履かないわけですよ。どっちかっていうとベタ付くとかね、スニーカーの方が多いんじゃないかなというところになるんですが、まずそのためにトレーニングというもの、まあ公式トレーニングとかレッスンという言い方をしますが、そちらを大会までに、OG が講師となりながら、スケジュールを組んで、皆様はじめね、ヒール履くのも足痛いわという、これどんなさ体重どこに置くんだろうというところからスタートして、大会当日にはきらびやかにもう私を見てっていう皆様に、うん、簡単に分かりやすくお伝えすると、育て上げて皆様をステージに上げて、上げて皆様がもう人生で最高に輝く時を、OGたちはもう手を合わせてね、作っていくっていうところになるんですが、どうだった？初めての対策レッスン行った時の覚えてる？なんか場違いだな、ここがすごく育って帰りたかったのが正直あったんですね。あ、そうなんだ。で、本当に自分一人でどなたもご紹介なくエントリーした身なので、うんうんうん、誰も知らなくて、ね、で、うわあ、ここどこだろうと思いながら、うんうん、あっという間に2時間が終わりました。もうなんかやることなすことが新鮮すぎてさ、もうなんか本当ね、なんか振って息抜く暇なかったんじゃないかなと。そうだね。ひろかさんはどうだった？初回のレッスン。もう今までと全然知らない世界ですよね、うん、壁立ちとか言われてもしたことないですし、あのミセスジャパン立ちってもう、そうですね、これは、まあ、基本的なね、綺麗に皆さんで揃えようというのがあります。それを教えていただいて、うん、
もう全然知らなかったことだったんで、うんうん、楽しくて、うん、新しいことを、うん、知って、この年齢になってそうだね、こう新しいことをまだ挑戦したり、うん、こう吸収できるんやっていうことが、うん、なんかすごい若返ったような気もしましたし、うん、すごい楽しかったです。あ、素晴らしい。いや本当よ、まあ、楽しくなっていくのよ。1回目って初回ってみんななんかね、いつもよりちょっとアイライナー長めに引こうかなとかね、ちょっとお化粧にも気合が入る方もいたりね、なんかどの服着ていっていいのかもう分かんないとかいう、なんだろうね、なんとなくね、こう外目を作ろうってなんか人間ってしちゃうんだけど、まあこれをねレッスン重ねていかれると、皆さんもちろん1回目より2回目、2回目より3回目、もちろんヒールを履かれることも綺麗になられますし、まず周りがと綺麗になっていかれるので、いやなんかいい意味ではご自分自身もきっとね、私もあんな風に皆さんみたいになりたいなっていう風に思われながら切磋琢磨されてきたことかと思います。でそして大阪大会が、当日を迎えてどうでしたか、どんな気持ちで、ま、挑みましたかね。みんなで作り上げる大会なんですけど、やっぱり順位がつくもので、その先に日本大会というのが待っていますので、みんな心の中ではもちろん大阪代表になってそこに進みたいという皆さん熱い気持ちはありながら、もちろんいや私は行くんだっていう人は誰一人もいないですよミセスなのでね、そこはね感じになりますけども、どんな気持ちで大会当日を迎えられましたか、覚えてるかな。うーん、大会当日はですね、うん、大阪大会ね、地方大会、そうですね、うん、大阪大会はですね、やっぱり、まあ、お家の皆さんに、うん、今までレッスンで教わったことを、うん、まあ、全部発揮できるようにっていう、うん、それしか考えてなかったですね、まあ、もうそれが恩返しであるという、はい、うん、そうだね、どちらかというとタイトルとかよりも、うん、もう本当に一個一個、うん、ここはこれで、ここはこれで、うん、で、ああいう風に教えていただいたから、うん、じゃあ、うん、ここはこういう風にやってみようとか、うん、それしか本当に頭になくて、そうなんだ、ね、はい、だからあまり記憶にないんです、うん、そうそう、でも大体みんなそう、あんな歩いたかなっていう、はい、結構大阪大会って長い距離をね歩かせていただけるところなんですけど、うんうん、もう全く記憶にないという方がほとんどなんですけど後で写真とか動画を見るとちゃんと歩いてたんだなっていうのをね、はい、認識されるぐらい、はい、本当になんか不思議な感覚だね。そうですね、ね、ひろかさんどうだった、大阪大会の当日覚えてる、真っ白で、うん、もう時間に追われるしねそうだよね、過ぎてみたらあんなことあったって、ね、もうまさに今の話の通り、はい、そうね、でも皆さんそうなんですね、大体もうファイナリストの方っていうのはもうこんな感じだと思う、うん、もう出る瞬間ね、まあ基本的にミセスジャパンページェントは身長順にエントリーナンバーが若い順からになりますので、まあ、1番の方もドキドキですが、うん、2番3番と大体15番とか20何番とかなる、もうそれはそれはドキドキももうドキドキなのかも、心臓本当に出そうみたいなねところを味わうね、もうそれをみんなが乗り越えてきているっていうところ、本当にでも今のこの年齢でいい意味の自分のために自分が頑張ってきてそのドキドキを味わっていけるって幸せなことだよね。ね、そしてなんかこのようにねヘアメイクさんにヘアメイクしていただいてドレスを着て、もうドレス決めるのも大変だった、あれがいいんじゃないかこれがいいんじゃないか、ね、たくさん試着もされてきたと思います、アクセサリーもどれがいいかなって一つずつクリアしていっての大阪大会当日になって、そしてお二人日本大会ファイナリストとしてグランドファイナル2021年12月の、まあ、頭の方に下田の方で、ビューティーキャンプを含め、グランドファイナルというのがありました、まあ、日本大会、ね、がありまして、全国から、まあ全国のそれぞれの地方大会を代表をした皆さんが集まってこられるというところなので、まあ、簡単に言うとみんなサッシュとティアラを持っている方たち、地方大会での方たちがみんな集まってきて、そこから世界大会をもう狭き門をね、1名1名で2つ部門がありますね、ミセスジャパンページェントは、ヤングミセス部門が25歳から45歳、はい、そしてクラシックミセス部門が46歳から上限なし、なしです、あってますね、はい、感じになってる、一応確認しておきます、はい、なっておりますのでね、はい、もうこのような形でカテゴリー分けはありますけれども、まあ皆様がその
それぞれの一枠一枠の世界大会日本代表を目指して頑張ってきたっていうところになりますが、まあちょっと話をね巻き巻きでちょっと飛ばしますが、ビューティーキャンプを含め日本大会の4大会の、まあ、終えられてどんな気持ちを今思い出しますか？そうですね、うん、あ、やっとミセスジャパン終わったけれども、うんうん、ここからが人生の、そうそうそう、ね、本番なんだろうな、うん、ステージを降りてからが ね、本当のステージの始まりなので、うん、本当に良かったなと思ったのが、うん、やっぱりこう大阪大会が終わって、うん、日本大会までの、まあ、準備期間に、うんうん、あのまあ、いろいろやらなきゃいけないことあったんですけど、うんうん、もうさらに自分を見つめ直す機会があったので、うんうん、まあ、特にちょっと今まで親子関係ですね、うん、母親とのちょっとこう亀裂というかあったんですけど、うん、そこがすごく良くなって、よかったね、やっぱりこう、うん、そういう気づきもやっぱりミセスジャパンで出会った人たちからこう気づかせてくれたことがすごく多くて、うん、やっぱりあの子育てされてるお母さんとかやっぱりもう子育て経験者の方が出られてるので、うん、やっぱりそういった方に、うん、お母さんの気持ちってどんな感じなんだろうとかっていうのを、うん、もう本当に直接お話ししたりとかして、うん、あ、じゃああの時の自分の母親の気持ちってこうだったんだと思ったら、うん、全てをこう受け入れられるようになってですね、うん、母親が言ってくることに対しても、うん、だからそういった経験ってやっぱり今まで一切なかったので、うん、なんかここで本当に出会えた皆さんに感謝だなっていう、うん、すごい気持ちがすごくある。そうだね、今ね、はい、本当にあの翔子さんのお言葉の中にも自分と向き合う時間っていうのあるっていうのがおっしゃられたんですけど、本当に皆様がそれってあの絶対なんていうかな、向き合うんですけれど、それがもう向き合い方もわからないんだよね。初めなんか頭でっかちで向き合ってるつもりとかなっちゃうんだけど、なんかもうそこじゃないところをどん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 扉を開かれていく感じで、本当に私は逆にエントリーしたけど本当にこれがしたいのかなって解いてみたりとか、いろんなこともあったと思うんで、みんなそれぞれね、あの課題というか出てくるものって違うと思うんだけども、でも本当にグランドファイナルね、まあ、あの地方大会から選ばれた皆さんっていうのはいい意味でまた光り輝きが増してらっしゃいましたし、美しいなと思いながら、ね、この、 あのエレガンスマダム千夏の部屋でも、まあ、今年の頭に日本大会のお話のね、あの何回か組んでおりますので、またそちらも見ていただければと思います。どういうことのことをお話しされているのかというのがお分かりいただけると思います。ひろこさんはどうだった？グランドファイナル、まあ、向けてとまた終わってからの気持ちっていうものは。そのビューティーキャンプで、うん、ま、知らない全く初対面の人と同じ部屋、うん、2人部屋で、2人部屋なんですね、あの、はい、寝食を共にするっていうので、うん、そうだよね、もうどんな人と一緒になるんだろうとか、うんうん、ちょっと大丈夫かしら私ってすごく心配したんですけど、うん、行ってみたら、うん、もう高校生の時のなんか夏の合宿みたいな感じで、うんうん、まあ、スケジュールもタイトでなかなかハードなんですけど、うん、それを一緒にみんなでこなしていくっていうので、すごく声かけをお互いにしたりとか、うんうん、あれ忘れてないとか、うんうん、こうみんなが思いやって、うん、そしてあの東京の方と私は同じ部屋だったんですけど、うん、あの今も大会終わった後も、うん、もうずっと連絡を取り合って、あ、いいね、あの仲良くなりましたし、うん、本当にこう、ま、コンテストで順位もつくし、うん、まあ、もちろん自分との戦いなんですけれども、うんうん、あのみんなそれぞれいろんなストーリーを背負って、うん、ね、あの、うん、伝えたいこととかあってステージに立つ、うん、その最終のステージをこうみんなで作り上げるんだっていう、そのなんかすごいこうチームワークというか、すごくこうみんなで一緒に戦ってるっていう感じで、なんかすごいこう心強いし、うん、本当に学生の時に戻ったみたいに仲間ができて、うん、そして大会が終わった後も、うん、その次の今度サポートに回るということで、また OG が集結して、うん、みんなでこう知恵を出し合いながら、うん、今度また新しい人のために自分たちがこう何ができるのか、うん、あのスムーズに不安なくエントリーして、うん、あの本番ステージに立ってもらえるようにっていう、うん、
こうすごい絆が本当にできたと思います、うんうん、あ素晴らしい。そうね、本当に私も日本大会ね、私も行かせていただきましたけれども、まあ、もちろんその連絡取り合うとかじゃないですけど、やっぱりこう、まあね、Facebook とか SNS ではつながっているので、うん、直接会わなくともなんか上がってくるとコメントしてみたりとか、うん、やっぱりそこってね、なんかやっぱりその寝食を共にずっとしてきた、うん、もう本当に何日間ってもう密すぎるくらい密なので、うん、特にエントリーナンバー前後の方とかはね、うん、特にね感じになるので、すごくかけがえのないというか、うん、本当にそこにまあ行かせていただけたことを本当に感謝するし、うん、やっぱりねエリカさんがこれを立ち上げてくださらなかったらっていうのは、やっぱりそこをねやっぱり一番、うん、思うかなっていうのはもう本当にそれは思いますね。はい、そんな感じでございますが、ちょっと早いんでですが、先に CM 行きたいと思います。 CM です、どうぞ。はい、皆様お帰りなさいませというところで、本日はミセスジャパン2002ミセスジャパンページェント2022大阪運営の皆様にお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。はい、まあ、前半はね、いろいろエントリーのきっかけ、そして大阪で選出されました地方大会のお話、そしてグランドファイナルビューティーキャンプからまたそこを終えられて、そしてまあ以後ね、今上の方、まあ、表の舞台から、今日表っぽいねキラキラしてるけどもう今はねまさに運営ね、大会前、まあ、選考会前というところで、まあ、本当にバタバタの時にねお越しいただいているところになります。それではですね、少しまた文字テロップも出ますが、少し大阪の今後の流れねをご説明差し上げたいと思います。ミセスジャパンページェント2022大阪の大阪大会選考会と大会につきましてお話を差し上げます。まずはですね、ステップ1としまして、まず皆様興味がある方はまずエントリーをしてください。エントリーをする場合はミセスジャパンページェント、もしくはミセスジャパン、カタカナでも結構です。検索バーに入れていただきますと、ミセスジャパンのホームページすぐ上がってまいります。そちらの方に大会の理念、オーガナイザー吉成恵里香さんのご挨拶、そして地方大会選考会の案内もずらずらずらっと上がっておりますので、関西に住んでるからといって大阪に絶対エントリーしないといけないということでもないです。なので沖縄の方が大阪にエントリーしていただいても、他、まあ、全国からもできるよということを言いたい。はい、そういうことでございます。まずはそこでエントリーをしてください。で、まずそしてステップ2がですね、ミセスジャパンページ2022大阪選考会が2022年6月の18日日曜日、場所の方は未定になっております。当初決まってた場所があるんですが、ちょっとそこの方が予定が変更になりまして、またそちらの方は随時分かり次第、ミセスジャパンのホームページ、もしくはミセスジャパン2022大阪大会の Facebook ページなどでお知らせの方いたしますので、ご確認をください。そしてステップ3といたしまして、選考会があって、まあ、そこを、まあ、勝ち抜くという言葉を使いたくないんですが、うん、まあ、そこを経験していただきまして、その次がミセスジャパンページェント2022大阪大会が2022年8月の29日月曜日、もうこれはお決まりの場所でございます。帝国ホテル大阪エンパイアルームで開催されます。まあ、一番広いお部屋でございます。もう美しいところでね、もうあそこ見ただけでふわーっとなるね、もうテンション上がっちゃうね感じになりますので、ね、ぜひあそこを皆さん歩いていただきたいというふうに思っております。そしてそこから選出されました大阪代表の皆様が、ステップ4といたしまして、2022年10月北海道ロイトン札幌で、ごめんなさい、これがまた、すいません、失礼いたしました、申し訳ございません、ちょっと変更がございます。はい、東京である予定になってます。はい、申し訳ございません、ここ私の間違いでございます。はい、地方大会勝ち抜かれました皆様がミセスジャパンページェント2022日本大会は2022年10月開
開催予定でございます。場所も今のところね、まあ、いろんな情報が錯綜しておりますが、また皆様より美しく演出できる場所、そして皆様が集結しやすい場所ということで、いろいろ場所の方当たっておりますので、またそちらの方は、気になります方は先ほどと一緒でございます、ミセスジャパンのホームページの方でご確認いただきたいというふうに思っております。また決定いたしましても、またね、いろいろね、あの社会の動きで変更になる場合もあるかと思います。一応10月予定ではございますので、そちらのスケジュールの方もね、あ、10月はあるんだなという形で思ってていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。もうね、なんかでもそう、選考会があって、大会があって、日本大会なのでちょっといっぱいあるんだけど、でもね、なんかすごく私、今までが地方大会って大会で日本大会と、選考会があって日本大会って、まあ、その地域によって違ったんだけど、まあ、今回はまあ基本一律、選考会があって大会があって日本大会、まあ、一見見るとね、ちょっと運営の人は大変、これ実際の問題でも、ファイナリストはラッキーだと思ったのね。これだけステージを踏める、うん、ステージを踏むというかね、あのお人の前で披露ができるということは、もう絶対選考会より大会が美しい、そして大会からさらに日本大会が、自分を、ね、見せる、表現するということを、あの、ね、本当に体感して、こう魂からこう解放される感じなんじゃない。そうですね、ね、羨ましいわよ本当に。私も出たいわ。もう多分ブッブーって言われると思いますけど、もういい、もういい、あの OG だから受付やってとか言われたら、分かりました、受付やりますみたいな感じですけど、いや、そんな感じやばいじゃん、もう時間ないじゃん、こんなこと話してたという形になっておりまして、ですね、はい、まずは皆様エントリーをしていただきたいというふうに思いますので、詳細ここに全てテロップで上げておりますので、まずはミセスジャパンページェント、もしくはミセスジャパンカタカナでも結構です。そちらの方からホームページ、ミセスジャパンのページェントのホームページに行っていただきまして、理念、オーガナイザーのお話、地方大会のスケジュールを全て見ていただきまして、エントリー大阪にポチッとね、ぜひポチッとお願いしたい。そうよ、私も大阪ホームなのでね、ちょっと力が入りますけれどもね、やっぱり大阪のファミリーも増えてほしいですし、はい、もうそれが増えることによってミセスジャパンのファミリーも増えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんか駆け足で物足りないので、まあ、今度はもう3本ぐらいゆっくりね、あの大会終わったら話に来ていただきたいというふうに思います。本日はミセスジャパンページェント2021日本大会ヤングミセス部門第3位、ミセスジャパンページェント2021大阪運営責任者岡翔子さん、そしてミセスジャパンページェント2021日本大会ファイナリスト遠坂ひろかさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。